日本政府全世界からの新規入国を停止先ほど日本政府が12月28日から来年1月末までの間、全世界からの新規入国について一時停止すると発表しました。現在、新型コロナウイルスの感染力が1.5倍から1.7倍の変種の感染拡大が世界において発生しつつあり、 日本政府が迅速に対応を強化した形になっておりますが、すでに昨日の時点で空港の検疫で5人、また都内において2人の感染者が、変種の感染者が確認されておりますので、日本政府にはこういった水際対策の強化だけではなく、国内の変種、感染拡大とならないように、変種に 感染した方と接触していた方々を徹底的に調査し、洗い出していただいて、なんとか感染拡大を封じ込めていただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただき、ありがとうございました。